彼女、はい、うん、参っちゃったんですよ、はい、うん、ロケ行ってね、3枚します3、2、1ってロケで、じゃ携帯落としたんですよ僕、あって下向いてたの画面が、うわやっべコンクリート、やっべと思いながら、でもカメラさん文京さんこっち向いてるんですよ、ええ、笑顔で始めなきゃいけないですよね、ナムさんって振り返ったの携帯拾って、はいはい、バリバリに割れてたんですよ新しい携帯が、うん、でも大丈夫でした、よーいスタート、さあ始まりました頑張ったよ先生これ真面目に昨日の話、はい、いらん2、3万円がまたこれで吹っ飛んでくん、先生励ましてサッカーニュースちょうだい、明るいサッカーニュースをちょうだい、さあということでね、井戸橋サッカーニュースいきましょうお願いしますね、お願いします、いやな、やっぱり ACL かな、なんかネットで見たところでよるとね、あの、うん、まあ、我々収録してるのが4月24日、はい、水曜日という形になっているんですけれども、ね、先生違います、これ、はい、井戸場だ、誰ですからダメですよ抗議スイッチ入ってましたよやんわりね、やんわり、休み時間的な感じをね、まずね、すぐ授業すると井戸の周りで組に来た人がね、はい、ベラベラこうしょうもない話をしてるわけですから、はい、だめ抗議しちゃったらソクラテスか真面目なツッコミ来たなただまあまあ、まあ、いつまで行きましょう、そうですよね、まずね、はいはい、まず、うん、小林優初ゴール、あ、小林優初ゴール、あ、ACL でだ、いや、アリブ戦でもう今季、あ、そういうことだよね、はい、あ、来ましたね、やっとでございますよ、本当におめでとうございます、よかった、好きですよ僕小林優選手、やっとだから、すっげー近くで見たことあるんですよ、はい、がっちりしてんでね結構ね、まあそうですねスポーツ選手に向かってね、そんな当たり前ですけど最初ほっそりしてたのにな、ね、そう、そんなイメージありますけどね、しっかりなんかでもこうなんか両方動いてるみたいな、なんだろう、うまく言えないんだけどこうね今ね動作付きでね、うん、今やってらっしゃるやってらっしゃいましたけど、ね、かっこいい感じですね、やっぱプロはね、オーラありますわな、でもだから開幕してでもそうだし、あと ACL で考えたから2ヶ月2週間ぐらい、はい、でだってやっとでしたからね、これはちょっとコンディションがなかなか上がってきてなかったみたいな、そうですね、あとスタメンに入れなかった時もありましたからね、あ、そうですね、でやっと、まあ、よかったなというところで、うん、2連覇後の競争も激しくなってますしね、ね、うん、まあ、負傷者も結構多いですけども、すごいなと思うところで、年中選手もね育ってきてますし ね、 ね、まあともいっぱいいますよ、その他にも本当出てきてて、あ、そう、2年目組とかね、やっぱり脇坂選手とかもそうですし、来てるね、来てますね、すっげえ事務所が綺麗になったんでしょ、フロンターレって、もうなんかダゾンマネスっていうことでしょ、そうです、綺麗らしいよ、もうなんかサイバーエージェントみたいな、サイバーエージェント行ったことないけどイメージイメージなんかあるでしょ、なんかこうさ、あるでしょ、あの門に入ったら圧倒されるような会社の感じなんじゃないか、こうで、その綺麗さなんですね、 そっからアップかましてる感じのね、すごい、そうなってるみたいです、でも誰かがツイートしてて、そういいお金の使い方ですね、なんつって、いや素晴らしいと思いますね、うん、ね、で同じくこの ACL 関連でいけば、はい、広島がなんかまた 1-0 ということで、また完封です、すごいですね、これ世界とかアジアの舞台でも同じ戦いぶりと言いますか、強いですね、強いですよね、本当にジョフ監督も、ジョフ監督がかな、うん、なんで、ね、って思ってるでしょうけどそうなんですか、うん、してやったりじゃないんですか、してやったりではない、狙い通り、うむむうむうむじゃないの、ないです、って思ってるの、はい、なんでなんで、そんなことない、なんで勝っちゃうんだ、そんなことないでしょ、いやしょうがないですよね、うん、全てのサッカーチームは絶対に勝利を目指しているわけではないですから、ね、あ、そう？そう、うん、勝っちゃった時の方が実はまずいっていうケースもね、実はあったりするんですよ、そうなんだ、そう、このままいっちゃったらちょっと何、今勝ってる理由が自分らでも分かんないみたいなこともあるんです、へえ、とかもあるし、これあの昔あったこれ話ですけど、昔っても数年前ですけど、ね、はい、はいはい、うん、あの勝ちすぎて勝利給払えないかもしれないっていう、うわそうなんだ、なんとなくやっぱりこう年間の目標地点とかが分かるじゃない、例えば今シーズンは9位を目標にしますだったら、はいはい、うん、例えば大体12勝ぐらいするだろうなと、大体9の設定もそれに基づいて、そう、でそれで年間のこう予算の配分とかもあるじゃないですか、うん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 、それが予想よりもいっちゃって、これは赤字ですけどどうしましょうみたいな、なるほど、そう、それでもしょうがないもんね、いいことだもんね、そうですね、だからもう、うん、あの最後の方は、うん、もうあのスタッフ全員がもう必死になって、うん、スポンサー集めに、あ、勝ってますんで勝利級方以外選手も今ねどうぞお願いしますみたいな、ここ効果も上がってますんでね、全国の注目されてますって、誰たち勝利級がって、そう、勝利級っていうのは僕ちょっとよく分かんないんですけど、その、はい、
選手ごとに設定されてるもんなんですか？選手ごとっていうよりも、うん、本当に一律みたいな感じのことが多いです。契約金ギャラとは別に勝ったらいくらと。そうそう。ちなみにこれ J1 とかでいくらぐらいの使い試合か。いやもう、うん、チームによってバラバラなんで。ほうほうほう。だ10万単位ぐらいのところもあれば1試合1勝で。そう。もう1個上のところもありますからね。桁100万、うん、1試合で。そう。J リーグで、はい、これ勝ったら100万だーっつって、うん、そりゃあゴールの時とか抱き合って喜ぶね。100万200万300万っつって。そうだからまあ限界には表せないけどいやそれだけで喜ぶ、それだけで喜んでるわけじゃないだろうけど、ね、でもそりゃそうだよね。そりゃあベンチの奥さんにこうやってやるよ。やったぞーっつって、勝利球取ったぞーっつって、そうな、車買え買えぞーっていうことでしょ。そうです。うわーそういうこと。はい、指輪にキスもするわいね。しますよ、ね、そりゃそういうことよね。ありがとうっつって、うん、ああ旅行行こうなっていうことでしょ、ね、みたいなね。夢あるね。ありますよ。はあ、勝利球ない試合のが多いの、ある試合のが多いの。ある試合の方が多いでしょうね。あ、そう、設定してない人とかもいるかもしれませんけど、基本はあると思う。いつもらえるの、それ。それは取っ払いですか。それは分からない。月でもらえるのかな。あか、あ試合ね、シーズン終了とかじゃないですか、うん、終わって楽屋でもらえるみたいなね。楽屋もないでしょそういう世の中だったら会計士がもうやばいとかになるんですよね。現実的に。そうかそうか、なるほどね。まあでもモチベーションだもんね、ある種。だからそれを差し引いた上での年俸設定みたいなのも上手にやってる可能性もあるでしょ。そうですね。やっぱ目の前の人参、人間はね、頑張りますからね。そう、そういうことですよ。確かに勝利球欲しいですね。うん、我々にもね、取ってください皆さんね滑ってもギャラもらいますかね我々。いやまあまあね、で我々とか私ね、はい、申し訳ないですよね、うん、でまあそれがね、でも滑った時の方が逆に欲しいからね。悲しみは深いわけだからエイドマネーが欲しいですからそういうことですよね、はい、受けた方がだって気持ちが楽なわけですから、まあ そうですね、そういうことですよね。そしてね、まあ、同じ ACL でつながりで、まあ、そうですね、じゃないでしょ。今日の夜あります、はい、今日の夜何でしょう。鹿島が、はい、この収録日の夜ね、はい、試合を、はあ、24日、まあ、あと鹿島と浦和が行うんですけど、浦和ね、浦和はね、うん、いわゆるベストメンバーでどうやら行くらしいんですけど、うん、問題は鹿島です、うん、鹿島なんです。鹿島どうしました。まず、うん、その1、うん、ACL にまずブエノ選手が登録外なんですよ。お、なぜなぜ、うん、登録外なんです。 ACL はそうか、外国人枠が J1 より少ないんだね。そうなんですね。3人だっけ。そう、うん、だから上野選手はそもそもいないんです。なるほど。でしかも上野選手仮にいたとしても、ね、鎖骨を骨折しまして、うん、あら2ヶ月半ほど離脱が決定したので、どの道いないと、はいはいはい、で前節で、はい、もう記録的なというか、もう劇的なというか、うんうんうん、逆転勝利を収めた鹿島ではあるんですけど、うんうんうん、犬飼選手ワンちゃんです、はい、ワンちゃん。そして町田選手の両センターバック2人とも、うん、今節出場停止です。あ、イエローカード ACL 的には、はい、あらそれだけ厳しい守りをやってきたってことね。そうですね、うん、あれ、それによってセンターバックそのものがいなくなりました。はい、完全にいません。一人もその欠員を埋める本職がいないってこと。そして山本修斗選手が強いて言えばできる方なんですけど、うんうんうん、彼も怪我。あら、ということで、関川育馬スタメンです。来ましたね、ついに高卒ルーキー。高卒ルーキー、なんと J の前に芦田の舞台です。スタメン、すげえすげえ。相手どこでしたっけ。相手京南かな、韓国ですね、はい、あらこれは楽しみですね。で相方を務めるのが三沢健人。おうおうおうおお、新たな、それ意外なデビューになりましたね。三沢関川というセンターバックコンビで挑む。すごいですね。ちなみにその他の選手でセンターバックやったことある選手は多分いないです、うん、うんうん、あ、そうなんだ。もういない。これ怪我したら大変だね。もう怪我したらもう3バックでいくしかないね。しかもサイドバック、サイドバック、センターバックの一部ですね。そうなっちゃうか。そうか、もう長木選手やるしかないですね。ああ、そうか、長木選手できるか。やったことないんですけど。あ、そうなんですか。やったことないけど、はあ、まあできなくはないだろう。じゃちょっとその京南戦は鹿島の守りにも注目だね。注目ですね。むしろここでね、京南戦で勝って、いわゆる同じグループの違う試合の方が、うん、の試合結果によってはもう今節で、うん、鹿島のグループステージ突破が決定します。うん、おお、そう。結構重要な一戦なんで。おお、なるほど。ここで活躍したとあったら関川育馬、うん、もしかしたらリーグ戦でも。本当だよね。チャンスだよね。うん。うん、いい。これはね、うん、いいチャンスになるんじゃないかなというふうに思います。うん、これはもうぜひ見たいね。
見れないですけど、ね、見れないんだよね。何で見れるんだっけ CL って。わかんないです。わかんないことは何かで見るでしょ。何かでは見れます、多分日テレ系の CS の何かでは見れる、うん、そうだよね。多分日テレオンデマンド的な。そう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 、オンデマンド。わかんない。ただ我々は基本的に見ることはできないですね、はい、うん、そうなんだよね。シエロもっとこう見たいね。見たい。そう、契約しろやって話だよね。これ誰に文句言うことでもないね。そうか、まあね、うん、そう、確かに文句言える話じゃないけど、終わってたのかい、シエロ、あ、なんか面白いシエロやったら、あ、見たいなっていう毎日ですね。この季節はね、ルヴァンもね、見れないです。上海の友達がいるんですけど、今年は連絡くれないから、多分あれなんだね、日本戦がないんだね、パッと調べたら。あー、そうなの。上海商工、大体今までフロンターレ戦があったんで、よく来てたんですよ。あ、鹿島戦、去年もあったんで、よく誘われて飲み行ってたんですけど、こちらね、韓国とか中国には行くんだけど、もうグループステージ日本戦が多分ないんだね。優勝してんのかな、甲子園破ってリーグチャンピオンになってんだよね、はい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 、上海商工は。そうで、ちょっと予選リーグの時はちょっと日本には来ないみたいなんですよね。なるほどね、うん、はい、なんか上海行った時は全部おごってくれたからね。日本来た時はなんか全部こっちがおごるみたいな、ちょっと暗黙のルールがあって。嫌でしょ。でこっちの経済状況も多分知らないと思うんだよね。彼らはなんなら日本のコメディアンでそこそこのって思ってるから、いや、まあ、こっちもそこそこ、んちょこちょこっていうか、そこそこじゃないよ。ここ引っかかんなくていい、そこ引っかかる。あ、腕ね、腕を叩いてありがとうございます。いや、ちょっと正直ホッとしてるとこあるんだよね。ですよね、うん、そのおごんなくて決勝トーナメント来たらそれは1試合だから、1試合だから ね、リーグ戦だとほらね、ね、いや、それも1試合か別に。まあまあまあ、そっか、あ、そっかそっか、はい、まあ、痛いけど、ね、ちょっと海外のね、うん、話来たからちょっとこんな話もいきましょうか、はいはい、プレミア史上最速で、はい、7秒で7秒、得点が生まれまして、すっげえ。で、吉田麻也の同僚の、ロング選手がですね、19年ぶりに記録を更新された。サウサンプトンですか。そうです。っていうことは、そうです、サウサンプトンの、サウサンプトンのそのロング選手が、まあ、あれだ、逆、対戦相手がワトフォードだったんですけど、はいはい、ワトフォードの選手が、まあ、キックオフ開始直後にセンターバックまでボール下げてるんですよ。ほうそのボールを、しかもキックオフはワトフォードだったわけ。そうなのに7秒。そうです、あのセンターバックまでボール戻って、ってったところをカッサラウンド、そのロング選手、うわうわ、ロング選手がショートカウンター、はい、うん、ロング選手が一人でショートカウンターやって、でループ、ループシュート、はい、あらららららら、ロングがショートでループ、はあ、7秒、7秒6いくつぐらいでしたけど、ちょっと皆さん今想像しましょうね、よピピーキックオフですに、3、4、5、6、ふわってぐらいでね。そういうことです。はあ、なるほど。で、前回がですね、まあ、うちのトッテナム、トッテナムのディフェンダー、うちの子たち、うん、のディフェンダー、レドリー・キングがですね、ブラッドフォード戦で決めた 9.82 秒っていう記録だったんですよ。はあ、すごい、なんかすごい更新されてますね。はい、それを一気に更新したっていうところですね。短い命でしたね、その記録ね。ね、ちなみにトップ5なんですけど、5位があれですよ、あの元オーストラリア代表のビドゥカ。ビドゥカ、あれ有名でしたね。はい、彼がチャールトン戦で決めたのが11秒9、そして、うちのエリクセン、うちのトテナムのエリクセンが、去年ですね、2018年1月31日にユナイテッド戦、マンチェスターユナイテッド戦で、10.54秒、はあ、そして次3位にアラン・シアラの 10.52 秒、はあはあ、でレドリー・キングの 9.82 で、今回のシェーン・ロングの7秒と。7秒はなかなか破れないね、これは。7秒きついっす。まだキックオフゴールしか無理だね。キックオフゴールですね、やるならね、思いっきり蹴ってキーパーポケットしちゃったら3.何秒ぐらいでいけるでしょ。1、2、3だね。そうですね、うん、4ちょい手前ですね。逆に記録作ろうと思って相手の協力のもとでの3だね。まあ起こすそんな中全力で防ごうと思ってる間に7秒っていうのはものすごいことだね。ものすごいことですね、本当に。ほうほうほう、なるほど、素晴らしい記録だなと思います、うん、なるほどですね、はい、なんかベティスの監督があれだね、エイバルだっけ、なんだっけ、イヌイの、はい、今いるチームなんだっけ、アラベス、アラベスの監督がエイバルの監督なの。あ、そうなんですか。アラベス指揮官が保有元ベティスの新監督候補に浮上か。ああ、まあまあ、イヌイの来期にも影響か。カディンガもいいよね。まあ海外ですからね、そして分かんないですからね、全ては何にも。カだったら文句言われないもんね。そうなんです。そうだもんね、はい、分かりました。まあそんなところでございますからね。そういうことですよね。なんかあれらしいですよ、クリスティアーノ・ロナウド、はい、セレッソ大阪に来るか。もう誰も文句言う権利ないですかね。そうですね、そういうことですよね、はい、ということで久保建英が、ダイエーホークスに入るか。レイバー、あ、ダイエーじゃねえ、ソフトバンク。
それはない。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また聞いてくださいね。チャンネル登録もね、チャンネル登録ボタンにボレッシュと。井上でした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。